気の恋愛相談を求めてるので。あ、もう一人行っていいですか。じゃあハイテンションの方で。あ、そうですね、もう一人行きましょう。今なんか本当に好きな人とかいる人いる今本気のか本気の4の3で既婚者ですから。僕だけじゃ。そうです。もう吉村君一人で泊まったのラブホテル。で、一人じゃないよ。好きなのその子のこと。いやいや好きよ。で、それの相談、大人相談、大人恋愛でもいいの？相談大丈夫？何でも。天高校生。じゃあお願いしていい？天高校生だけど。天高校生だよ。というわけで相談者を吉村に変えて再チャレンジ。ハイテンションアドバイスは出るのか。電話がつながっています。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。お名前をお伺いしてもいいですか。はい。お名前をお伺いしてもいいですか。クソジジ扱い。短期なんだよな電話。ジジ扱い。名前ですか。名前ですよ。ラジオネームとか名前は吉村ですけど、なんかラジオネームとか吉村ね、OK。吉村恋愛相談の悩み聞きたいんだけど。いやでもなんか申し訳ないなと思って、おじさんだからさ、その今年結構年なんですけど乗ってくれますか。それはいいんだよいいんだよ、何でもどうぞ。あ、いいですか。器でかい、器でかい。辛いな。いや今年43でね。おお、いいね。ちょっと思ってる子がいいね。あのだいぶ若いんですよね、10歳以上下というかね、15歳以上下で、なんか怯えちゃってね、うまく告白できないというか。あ、そうかそうか。マジかよ。その人とはどういう関係なの。いやだからまあ、どういう関係って言ったら踏み込めてないというかね、嫌われたくもないし。お、テンション上がってきて。デート行った、まあ、デートらしいデート、まあ行ったかな。手つないだ。やめてくださいよ。お前相談してんだろ。ジジイの、ジジイの照れた声を聞きたくない。電車の中イヤホンで。いらお。いや、どうしたらいいのかなと思って、その。でも好きなんでしょ。告白とかもね、できないね、年取ってるからさ。いや関係ないよ。あ、いいじゃん。43でしょ。男、43だよ。若い子にどうやったら喜ばれんね。どこでしていいとかさ。好きだよでいいんだよ。好きだよで。それ言ったら大丈夫なの。今言ってみようか。じゃあその女の子聞いてるかもしれないから告白してみよう。嫌おう。なんで照れてんの。なんで照れてんすか。マジで好きすぎんだよ。その子のこと好きすぎるよ。ふふふじゃない。嫌おうの言ってほしいんだよね天はね。そう、こんな機会ないじゃん。行こう今。はい、行っちゃおう。ちょ、名前も言う。名前も行っちゃおう。愛の告白。3、2、1。ナナ好きだよ。好きだよ。告白届きますように。それでは CM 行ってみよう。すげえ。激進、激進なラジオだったわ。平尾、あの相談してみた感触どうでした。すっきりした。お前らマジマジなんだもん。高校生に恋愛相談乗ってもらって、うん、変に考えるテンションで押してほしい日ってあるんだなっていう。そうだね、うん、向いてる。本当ですか。山田さんどうでした。めっちゃ楽しかったです。あ、本当。じゃあ向いてんだな、テンション高い方が。あ、それは分かっただけでもいいんじゃない。平尾奈々への告白会はもう神会ですよ。もうね、神会として。ハイテンションステッカーが絶対送られてくる。欲しいな。ビカビカのブーのやつ。ビカビカのやついいね。武器が見つかったってことでいいんじゃない。ちょっと私、竹本がちょっと落ちた。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。